はい、どうも皆さんこんにちは、トヨタの学生です。今回紹介する商品はこちら、デラックスフライングファルコンプログライズキーです。全体をぐるっと見ますとこんな感じですね。本日発売になったデラックスフライングファルコンプログライズキーなんですけども、私は列に並ばずに普通に買うことができましたね。先日行われたデラックス秘伝ゼロワンドライバーの抽選は見事に落選しましたね。日頃の行いが悪かったのかどうかわかんないんですけど落選したので、これも買うかどうか迷ったんですけども結局買っちゃいましたね。それでは商品を紹介していきたいと思います。私は方法本家じゃないので10分超えの動画とかはあんまり作らないですね。せーのドン。商品はこちらのプログライズキー本体と説明書が1枚入っております。今年はブリスターやダンボールは入ってなくてプチプチだけですね。それでは早速取り出したいと思います。せーのドン。比較的大きさは小さくてデラックス版の龍騎のカードデッキみたいな大きさですね。今年からはボタンなどもなくてシンプルな感じですね。中央のマークは金のメッキ加工で彩られてます。またここをパーカと開きますとガンバライジンカードなどをここに入れることができます。ということで今回はデラックスフライングファルコンプログライズキーを紹介しました。今年の玩具は音も鳴らないし光らないので別に毎回毎回買わなくても良いと思います。何やってんだろうな。